ウェブサイト、カタログ、産業計画を含んだ、全体の分野計画をやってます。全体像で言うと、邸宅が作られた時から、その増築の変遷を経て、で、そこから、みんなによって解体され、高田馬場の倉庫に運ばれ、みんなにこう、リサーチをされて、そして砂山さんにこう 3D データを取られ、一つ一つのエレメントとして認知されるようになっていって、で、それを ID で全てを管理し、一つ一つのエレメントって状態に全部コンプリートした状態で、それを今度、移動してイタリアで再構築するっていう、そのプロセスを、それまで扱ってきた情報っていうのを全部並列に並べているっていうウェブサイトですよね。去年の年末にその、コロナを経て展示として、どういう更新をしていくかっていう、なんか議論がなされたと思うんですけど、まだその時点では、みんなイタリアに行って、それぞれが建物を構築していくっていうことを考えてたと思うんだけど、コロナになった時にやっぱり移動ってものに対して結構みんな考えるきっかけにはなったっていうのがあったんで、で、それは結構環境問題の視点でも結構そうだなと思って、移動することでどれぐらいのその環境的コストっていうのが出てしまうのかみたいなことも、結構考えるきっかけにはなったのかなっていうふうには思っていて、そういう意味でもう行かないっていうふうに決めちゃった方が、そのコロナを経て私たちが考えた一つの答えとしてはありなんじゃないかっていうふうに思って、行かないっていうことを決めてみるのはどうですかっていう提案をみんなに投げかけて。例えばじゃあ行かないからこそ、その作り方をどう作るかみたいなデザインが生まれてくるかもしれないし、なんかありかもしれないみたいな話になって、行かない選択肢の充実を図るっていう意味で、バーチャルな空間としてウェブサイトなり、なんかその別の選択肢をもうちょっと充実させることができないかってことを考える機会にするのはどうかなと思ったんですよ。行かない人たちがこのプロジェクトを、その展示に行かなくても別の体験としてちゃんと充実して、感じられるものを作らねばっていうことで考え始めたんですけど、で、その時にオンラインホワイトボードを使っている事例があって、で、その事例の良さは同時性というか、と、閲覧性っていうのがやっぱりすごく秀でてるなと思って。で、この展示のプロジェクト自体が、どこを切り取ってもずっとその把握しきれないというか、その閲覧性を持たせたくても、なかなか閲覧性がないみたいな、こう、プロジェクトだなと思ってて、で、それが面白さだと思うんですけど、で、どこを切り取ってもめちゃくちゃ解像度があるし、めちゃくちゃこう引いて物事を見ても解像度があって、だから目の前に大中小、いろんなこう大きさの情報量があるんだけど、なんか常にそれがこうイコールっていう感じがあって、だからなんかそれを表すのにシステムがすごく有益なんじゃないかなっていうのは思って、で、そのシステムを使って、今回のウェブサイトを作ってきましたね。国分さんが、作らない倫理っていう言葉を確かどっかでおっしゃってて、カタログの対談の中で。いや、私すっごく共感してて、あえて新しく作らなきゃいけないっていう、その、状況に慣れすぎてるから、本当にそれって必要なんだっけっていう
新しく作ることっていうことだけが価値になっちゃってるから、なんかそこはあまり私も価値と思ってないところがあったんで、なので仕事をする上で、まあ仕組みを作ったりとかそういったことはできないんだけど、やるやらないっていう選択をしていくとか、使う使わないっていう選択をしていくとか、ゴミを使うのかどうかとか、なんかそういう選択をしていくっていうことはしてるって感じです、デザイナーの姿勢としては。多分ね、3次元だともう完全に私は手に負えなくなってると思うから、むしろ多分今の自分の職能の範疇でできたんじゃないかと思ってて、3次元に行かなかったからこそ、まあある程度判断できることもあったし、時間の流れを示す地図は本木さんが手書きでドローイングを書いてましたけど、結局やっぱあれだとこう解像度上げてった時にどんどんボケてってしまうって現象の違和感がやっぱあったし、やっぱクローズアップしていくことでいくら切り取ってもずっと解像度が一定っていう、なんかそっちをこう取った方がいいんじゃないかっていう判断ができたのも多分その範疇だったからだと思うんですけど、それが多分本当に3次元に行っちゃったらもう分かんない分かんなかった可能性は、うん、普通はやっぱりこう情報に対してこうページ遷移があったりとかするのがまあ通常だと思うんですけど、今回はページ遷移をしないし、一つの面で全てを見るっていう、その自分でこう情報を取りに行って、しかもその隣り合ってる情報は本来はページ遷移されるべき情報だったりすると思うんだけど、それを一つの面で見せていくっていうものなので、全然作ったこともなくて、でもやっぱりその本来ページ遷移するものが一覧で見れてるっていう状態がやっぱりこのプロジェクトらしさなんだろうなと思って、パワーオブテンもどん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 こう近寄っていっても、どん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 引いていっても、それぞれに対しての情報量っていうのはこう一定にこう扱われてて、すごい小さな丸からすごい大きな宇宙の丸も全部イコールっていう感じがあって、でまさにその体験が実際このプロジェクトを考えていく中で本当にそれを体感してきたから、そのみんなの話を聞いていても、目の前にある木材を見ても、みんなが作っているその構築物を見ても、なんかそれが全部イコールでこう見えてくるっていう感じがあったから、あのパワーオブテンの体験とすごく近いなっていうのをなんか、うん、見てて思ってました。あれはもともとはいくつか理由があって、データを扱ってるっていうこともあるし、その RGB の色を単色で使うっていうのはなんかやりたいなと思ってて、あとはブルーシートを使ってるっていうこともあったから、そのブルーっていうのと、データがこう画面上に並んだ時に、だから本当にこうデータの海みたいな感じになったので、実際その海も越えたりするっていうアクションもあったし、なんかブルーはちょうどいいなと思って、それであのブルーに、うん、してました。